塩山鉄道は、関東省の諏訪島と同省、長州を結んでいた全長約 42.1km の民間鉄道である。新1906年11月16日に開業したが、1939年に日本軍の爆撃により破壊され、関東省保安所と第四線区、諏訪島前的指揮部の命令により撤去された。 1895年の日清戦争以後日本は中国大陸に対し商工業の進出を図ると同時に鉄道建設による利権確保を図ろうとしていた。ただ進出にあたり列強であるイギリスとの衝突は極力回避しなければならない。福建省はイギリスの勢力が弱くすでに植民地化していた台湾の対岸にあたる。福建省は 日本の中国大陸における鉄道建設計画の最初の目標値になった。1899年12月10日、外務省は、上海総領事をはじめ天津、重慶等7つの都市の各領事に対し、新国各地方鉄路事業勃興に、最始本邦鉄道技師推薦片見起動国各領事館へ、訓練一見府小川資源技師。 渡り清の剣という訓令を与えている。明治政府が新国政府に対し日本の技師を積極的に推薦する旨の指示を出している。小川主元は官名を帯1899年に第1回目、1902年に第2回目の鉄道建設のための調査を行っている。この調査により、石膏省講州から福建省復讐、アモヨ経由し、 関東省甲州府に至る東南海岸幹線が計画された。この計画は7つの航区に分けられていた。諏訪島と長州間約39キロは関東省紀華から甲州府に至る第7航区の支線にあたる。この区間は平坦地であり難工地が少なく、高地のため障害も少なかった。河南における鉄道建設にあって最も利益を上げ得るのは このスワ島長州間鉄路であることは早期に語られていた。1901年には建設計画もあったが、資金不足のため進展しなかった。1903年になると、東南アジア化協グループが、新長勝部を通じて、スワ島長州間鉄路の付設権を得た。リーダーは、関東省外県出身の八家超育み並みである。彼は、ジャワ、スマトラにおいてアヘン、酒、 賭博七夜の四大千倍事業を請け負い、巨万の富を有していた。蝶は、台湾籍のアヘン商人であるクレリ京と、資金協力の約束を交わした。後も塩山鉄道の有利さは知っていたので、株式募集に応ずる意欲があった。蝶は、200万元の資本を募集し、塩山鉄道講師を設立した。持ち株の割合は、蝶育みなと、 社営校が共有で100万元、クレリ教と林霊生が共有で100万元とされた。このクレから日本側に塩山鉄道の情報が漏れた。35講師の阿久沢直也がアヘン貿易の件でクレと相談したとき、この塩山鉄道を知った。35講師とは台湾総督府が中国大陸南部南洋に経済面での進出を目論む。 対岸経営事業の実行機関として成立させたものである。日中合弁企業の形をとるが、実際は国家的色彩の強い機関であった。アクサワはこの35公子の首脳者であり、総督府民政長官、後藤新平の経済面における顧問として、重要の気略を振るっていた。アクサワは直ちに画たにおいて資金の行く部分を受け持ちつと同時に、 外鉄道を我が出資に対する提当、都市建設工事拝際に本儀市に食卓することに焦せると約束した。阿久沢は本鉄道付設の申請書において株式募集の範囲が中国人に限られていたので、林霊政の名義で100万元を出資した。この資金は台湾総督府台湾理財救助基金より流用されている。 塩山鉄道にはイギリスも興味を示し始めていた。アクサワは建設受け負い契約の調印を急ぐ必要があった。1903年12月6日、南洋より帰国した超育み並の乗る機船が香港に到着するや、時を移さず船室内で調印を行った。アクサワは契約書を携えて直ちに台湾に渡り、後藤新兵に報告した。 後藤は、意外の成功を狂気するあまり、立って、外契約書類を廃して、我が南進経営の根拠なれりと絶叫されたとされる。1904年4月、阿久沢直也が建設を請け負い、5月には、台湾総督府が鉄道部にし、佐藤健之助らを派遣し、測量を工作をさせ、8月には、実測を完了した1906年末、2年余りの工事期間を経て完了した。 アクサは率いる35講師が直ちに会社と営業契約を結んだ。これにより会社の営業部門の実験は35講師が完全に掌握することになった。技術史として同鉄道は中国大陸における日本の最初期の鉄道建設の起点であるとともに中国における最初の自立した鉄道建設例である。台湾の歴史からすれば資料山鉄道は 台湾総督府の対岸経営の実行機関である三十五講師の事業のうち、福建省における小農専売事業と並ぶ2大事業であった。ABC、新松民発における鉄道建設と日本その一小川資源の鉄道考察と塩産鉄路の建設助走、武士土木師研究講演集、ボリューム24カット ABC 省吉都市、日本統治時代における、 台湾の対外発展史台湾総督府の南市南洋政策を中心に、マイナスハットエービー鶴見雄介、後藤新平伝台湾統治編議太平洋協会、出版部175ページ。ありがとうございます。